阪神タイガースや日鉄鋼販などは今日、新しい2軍用の球場についてパートナー契約を結びました。尼崎市の小田南公園にできる新球場、日鉄鋼販 SGL スタジアム尼崎。グラウンドは甲子園球場になるべく近い環境に調整中で、客席は最大4400。施設内に設置される太陽光パネルで電力の8割以上を賄う予定で、全国の球場施設で初となる二酸化炭素の排出実質ゼロを目指します。魅力ある若い選手たちが尼崎の地で一軍を目指して切磋琢磨し躍動しているように、今からしっかりと鍛えていきたいと思います。来月1日から着工し、2025年2月にオープンする予定です。